カウントダウン TV ライブライブをご覧の皆様、ジャニーズ WEST でーす。よろしくお願いします。こんばんは。こんばんは。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんとですね、この後、あの国民的アニメの映画主題歌をね、はい、歌うんです。それは、はい、畑基博さんの名曲、ひまわりの約束を、はい、ありがとうございます。させていただくことになりました。ありがとうございます。まさかね、僕らがひまわりの約束を歌えるとは。うまいね。みんなが知ってる歌やからね。緊張するね。大人から子供まで知ってる歌だし、アニメだし、映画だし、それをちょっと、しかもカバーっていう形なんですね。なんかごめんなさい、カバーすいません、すいません生演奏でな。そう、生演奏で、リサイタルを、リサイタルの方ちょっとリサイタルの方応援ってやらせていただきます。キャラクター7人組やからちょっとハモリも入れつつね。ああ、そうですね。僕ららしいひまわりのやつ。まあまあ、ちょっと本当にね、まあなかなかない経験なので、まずね、畑基博さん本当にありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。頑張ります。そしてなんと、もう一曲、新曲も歌います。タイトルはサムシングユーです。ありがとうございます。作詞作曲がアイミョンさんなんですけども、こちらもがっつり、これは尺も言っていいんですか。あ、言っていい。フルで歌います。ありがとうございます。サムシングライブライブさんだけをフルでやらせてくれる。ありがたいよね。フルサイズとしてはテレビ初披露になりますから、楽しみにしておいてもらえたら。だってパパジャリのプロデューサーが楽屋に来て、ずっとあの曲はええないいっすか。いい、アイミョンさん、ありがとうございます。アイミョンさん、ありがとうございます。やった。パパからのお褒めの言葉をいただきました。アイミョンさん、ありがとう。アイミョンさん、ありがとう。アイミョンさん、見てねー。これは見てるかな。見てないかな。フルやるよ。カウントダウン TV ライブライブでたくさんの方見ていただいてますから、皆さんに届くと思います。いや、届けますので、サムシングニュー、フルバージョンは珍しいと思いますが、最後まで楽しんでいただければなと思っております。ということで、何か言い残したことありますか。大丈夫ですか。チャンネルはこのままで。あ、そうですね。チャンネルも今携帯で見てんじゃん。そうか、今なんかネットで見てるんですよね。いいですか、じゃあ。はい、ということで、以上ジャニーズでした。見てね。バイバイ。